やいや、いい掘り出し物を見つけました。冬物のアウターユニクロでゲットでございます。どうも、おかつよしです。今日はですね、ユニクロで冬のアウターを、はい、ゲットしました。ものすごく安かったので、で、まあ、早速開けてみたいと思うんですけども、これね、めちゃくちゃ安かった。なんでだろうと思って、多分もしかしたら去年もなのかもしれないんですけども、こちらです。はい、キルティングブルゾンジャケットっていう感じかな。名前が一応ね、なんだこれ、難しいな。ウォームパデットミリタリージャケットオリーブでございます。 L サイズの購入ですね。ちゃんと写ってますでしょうか。はい、こういったような感じのショート丈ブルゾンみたいな感じですね。で、値段がですね、ものすごく安かったんですよ。もしかしたら去年ものなのかな、わかんないけど、でもね、僕が行った店舗はすごく在庫あったので、こちらです。はい、1990円に消費税、めちゃくちゃ安いです。で、定価が、これが楽しみ、定価、あ、定価結構高い。定価が、はい、こちら見えてますかね。はい、ピント合ってますか。3990円に消費税でございます。これはなかなかいいものかもしれない。これね、試着したんですけど、ものすごく良かった。シルエット的にも結構自分の中でベストなシルエットで、サイズは一応ね、 L サイズを選びました。今年やっぱりセーター着るじゃないですか。そしたらね、あんまりちっちゃいとモコモコしちゃうので、あっさりアウターっていうのが欲しかったんですよね。こんな感じ。わ、すごい、やっぱりいいな。これで映ってるかな。映ってる、こんな感じ。あ、映ってますね。今日はね、アップルウォッチテーブルの上に置いてます。僕が多分映ってると思います。あ、これいいな。これハサミで切ろう。一応ね、先に細かいところ取っておきましょう。で、これがね、キルティングの感じで、まあ結構こういったデザインよく見ると思うんですけども、内側に内ポケットがちゃんとついてて、外側にはサイドポケットついてますね。ジップとかはついてないんですけども、で、シルエットはまあショートに近いのかな。うん、で、後ろ側がまあシンプルですね。こういったイメージです。じゃあ着てみましょう。これは本当にね、どうですか、シルエット的に映ってるかな。うん、いや、この色と形も定番的な、多分ミリタリーのブルゾンだと思うんですけども、やっぱ定番がいいな。今日はこの前買ったユニクロ JW アンダーソンのデニムなんですけど、その相性ともなかなかいいような気がして、好きなような雰囲気ですね。うん、本当に軽いし、でね、この特殊、このピントは合うかどうか、ピント合ってますでしょうか。これがなんか特殊素材らしくて、太陽光を吸収してこの中綿が温かいみたいな感じなので、まあ、僕はそんなにね、言うほど寒がりじゃないので、まあ冬になったら首周りに、まあ、マフラーだとかスヌードだとか、そのあたりを巻けば、うん、なんとかいいんじゃないかなとか思いますね。いや、これほんとシルエット的にはこういった感じですね。僕の身長171センチで L サイズ、まあ今日は T シャツ着て、寝るシャツでセーター着ているんですけども、サイズ感的にはいいと思います。サイズ感的にはいいと思います。あ、いいな。後ろからのシルエットも結構、うん、好きかもしれない。ちょっとシャツとか出るのかな。あんま出ないですかね。うん、こういったイメージの激安アイテム、ほんと激安アイテムだなと思いますよ。はい、いかがでしたでしょうか。今回はかなりの掘り出し物ゲットっていう形で、もうね、素材感とか色形で、あの、結構ね、こう見たらしっかりしてるんですよね。ボタンの裏、ちゃんと裏地がついてる。
いやこれで2000円で冬のアウターっていう形はすごく、うん、得したなっていう、待ってよかったって、やっぱさすがユニクロですね、うん、でこれ、まあ、一応 L サイズで3990円からの、ね、値段が、あら値段のシールがなくなった、1990円に消費税、うん、大満足で、こっからまあ冬、真冬になったらスヌードとか、マフラーだとか巻いたり、キャップとかも今ワッチキャップかぶってるんですけども、いつものねこの辺を着てもなかなか雰囲気的にはいいかなっていうような感じですね。大のお気に入りコレクション増えましたと。で次は本当の真冬のアウター、もうね相当また悩んでるんですけども、ロングコートもいいけど厚いダウンもいいけども、結局僕車移動がやっぱり比較的多いので、で建物の中に入っちゃうとあんまり厚いコートとかいらないじゃないですか。まあ外散策するにはまた別のフリースのアウターもあるし、まあどっか日帰り旅行的な感じで行った時のアウターが欲しいかなと相当悩む。でもイメージ的にはダウンベストかロングダウンコートでも、まあ、ベストかなっていうような感じのイメージにだいぶ固まってきたかなと思いますという感じで、今日は、うん、1990円でユニクロのこのミリタリーブルゾンを中綿なんですけども、ほんと暖かい素材だなと思いましたという感じで終わりにしたいと思いますので、いや大満足。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いします。あとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、かつよしでした。ではまた見てください。次は、このジャケットを使ったコーディネート動画も、うん、楽しみながら、うん、やってみたいかなと思います。